イターン市川。今回の特集は、あなたは選べますか？イベント大賞2018をお送りします。ぜひご覧ください。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。10月21日、鬼鷹にある施設や企業の3社が行う感謝祭、鬼鷹三社祭りが開催されました。鬼鷹三社祭りとは、日家コルトンプラザ、県立現代産業科学館、メディアパーク市川の3社が、みんなの笑顔のために年に一度合同で開催する感謝祭で、各施設では様々なイベントが行われました。日家コルトンプラザでは、市川市ボランティア協会主催で、市内で活動するボランティア団体などが集う市川市民活動ボランティアフェスティバル2018が開催され、それぞれの団体による日頃の活動内容の紹介やステージ発表などが披露されました。また県立現代産業科学館では、さまざまな体験をしながら防災について学べる市川防災フェスタ2018が行われ、今年も多くの人たちが会場を訪れました。中でも地域に応じた災害特性を知ってもらう防災クイズや、防災オリンピックには多くの子どもたちが参加し、簡易トイレの組み立てや心肺蘇生法など、スポーツ感覚で楽しみながら防災訓練を体験していました。サイエンスドームでは、市の防災女性プロジェクトの進化系 DJ アドバンスの防災ミニ講座や、落語家の新内による防災落語が披露され、来場者は防災に関する意識を高めている様子でした。その他メディアパーク市川では、ハロウィン変身コーナーや図書館バックヤードツアーなどが行われ、大いに盛り上がりました。こんにちは、山口正孝です。皆さん、こちらの大きなパネルをご覧ください。お花のイベントやお祭りと様々なイベントが載っていますが、実はこれ全て市川市内で行われているイベントなんです。今回はこれらのイベントの中から、皆さんのお気に入りのイベントを選ぶイベント大賞2018を特集します。市川市観光協会の小林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さて、このイベント大賞2018というのは一体どのような取り組みなんでしょうか。はい、山口さんは市川市内のイベントって行かれたことはありますか。もちろんありますよ、はい、結構たくさんありますよね。はい、そうなんです。で、観光協会ではそれらのたくさんのイベントを皆さんに投票してもらって、イベント大賞を決めようという企画を今回初めて企画しました。今回初めてなんですか。そうなんです。市川市内外の方々に選んでいただいて、今年の、市川市が盛り上がればいいと思っております。なるほど、はい、選ばれるのはどのようなイベントですか。はい、こちらフリップにまとめてみました。はい、対象となるイベントですけれども、はい、平成30年の12月31日までの1年間に開催したもの、観光的要素を含むもの、地域住民の方が主体となって開催するもの、市内外から参加可能で来場者を限定しない、一定期間継続して開催、過去5回以上開催されているイベントとなっております。なるほど。そして今回が市内25のイベントがエントリーされているというわけですね。はい、さあ、それではエントリーされた25のイベント、皆さん一緒に見ていきましょう。皆さんもしっかりとご覧になって選んでくださいね。ではご覧ください。エントリーナンバー1は梅祭りです。はい、梅が咲く中、純粋系緑地で行われます。音楽の演奏や焼きそば、焼き鳥などの模擬店も出ます。美味しそう。続いては花祭りです。はい、様々な草花で飾られたお釈迦様の像に甘茶をかけ、誕生日を祝うお祭りです。お子様にはお菓子が配られますよ。子どもたちも一生懸命お祈りしていますね。
さあ続いては富士祭りです。はい、推定樹齢200年と言われる長寿富士で有名な高円寺の富士祭り。見事なお花を見ながらお茶やお団子などが楽しめます。優雅な気持ちになりますね。そうですね、綺麗です。はい、続いては国分川鯉のぼりフェスティバルです。はい、広大な水辺に600近くの鯉のぼりが大空を泳ぐ姿は壮観です。本当に勇壮ですよね、うん、はい、写真を撮る気持ちわかりますすごいいいですよ。さあ続いては中山のおひな祭りです。はい、およそ70カ所に七段飾りや吊るし火などが展示され、中山の町がおひな祭り一色になります。続いてはローズフェアです。はい、バラの名所里見公園で行われます。寄せ植え講習会やバラ、草花、植木などの販売も行われます。もう本当に美しいの一言ですよね。そうです。続いては市川ふるさと祭りです。はい、市川駅南口の悠々ロードを舞台に、みこし出しのパレードのほか、和太鼓やブラスバンドの演奏など賑やかな催しが盛りだくさんです。うわ、かなり活気がありますねかなりありますよ。続いてはほおずき市です。はい、市川の夏の風物詩、てこなれい振動でほおずきの販売や太鼓の演奏、商店会による屋台のほか、ママ川で灯籠流しが行われます。涼しげな気持ちになりますし、太鼓の音色も素敵ですよね。はい、ここまで花のイベントが目立ちましたね。はい、そうなんですよ。ローズ市川という名のバラがあるように、うん、市川は花と縁がすごい深いんですね。うん、はい、そして花を見て季節を感じるのはとてもいいことだと思います。はい、そしてイベントではご家族やお子様、うん、みんなが楽しめるイベントになってますね。さあ続いてエントリーナンバー9から見ていきましょう。はい、続いては水神宮祭りです。はい、毎年6月の最終土曜日、港水神宮で行われる漁師の豊漁や海難除けを祈願したお祭りです。うん、川沿いの道には多数の露店が並びます。皆さん浴衣姿もお似合いですね。楽しそうです。続いて市川さんフェスタです。はい、現代産業科学館を会場に、市川で活躍する商工業者、農協、漁協の PR 販売ブースが出展します。うん、続いて夏のカモネギ祭りです。はい、行徳弁天公園で行われ、大抽選会が名物です。他にも地元行徳カモネギ商店会による露店やステージで盛り上がります。うわ、面白いダンス続いて小六七一四祭りです。はい、港神殿の小六神社で毎年7月14日に行われ、無病息災の縁起物として知られる紅白餅のついた笹団子が配布されます。さあ続いて市川祭りです。はい、市川駅北口の6つの商店街が繰り広げる壮大なお祭りです。ダンスや音楽などさまざまなイベントが行われますよ。さあ続いては農具市です。はい、通称ボロ市、毎年9月の中旬に葛飾八幡宮で行われ、農具や台所用品だけではなく食べ物やおもちゃの露店も並びます。続いて骨董市です。はい、法華経寺で4月と11月に骨董市が開催されます。アンティークカメラや時計などが並び、お宝が見つかるかもしれませんよ。さあ続いては鳥の市です。はい、同じく法華経寺で11月の鳥の日に熊手を売る小さな屋台が出ます。参拝者には甘酒が配られます。こうして見ると屋台などお店が出るイベント結構ありますね。はい、やっぱりイベントといったらお祭りの魅力は屋台だと思います。たくさん美味しいものが出ますから ね。はい、お土産を買えば楽しい気分になりますし、地域の方も元気になりますね。そうですね、はい、あのお祭りが終わった後もソースの匂いを思い出したり、はい、あの賑やかな感じを想像するだけでまた元気になれるんですよねソースの匂いってすごいですね食い意地が少し張っているもので初めて聞きました。はい、ではまだまだありますよ。ラストスパート後半戦はエントリーナンバー17から見ていきましょう。はい、まずはてこな祭りです。はい、1200年前の万葉集にも読まれた美しい娘にちなんだ祭りです。てこな通りを中心に露店やフリーマーケットなどでにぎわいます。勇ましい姿、そして可愛い姿、素敵です ね。続いて千本一丁のライトアップです。はい、市内唯一の国指定天然記念物である千本一丁をライトアップします。荘厳な雰囲気の中、お囃子や雅楽の演奏を楽しめます。非常に神秘的な感じですね。続いてが鹿村の祭礼です。はい、なんといっても行徳神輿、
そして独特の担ぎ方が見どころです。掛けまま、かとり、港神殿、港の4つの地域で3年ごとに行われ、次回は2019年です。来年ですね、はい、かなりダイナミックに持ってます ね、 本当ですね。続いて曽谷縄文祭りです。はい、曽谷貝塚で行われ、考古博物館の所蔵の出土品の展示や火起こしなどの縄文時代の各種体験が行われます。今じゃなかなかできない体験や発見ありそうです。続いて行徳ハロウィンです。はい、行徳駅前を思い思いの仮装をした参加者がパレードします。またコンテストも行われます。続いて五花町の祭礼です。はい、こちらも約500キロの迫力ある行徳みこしを白装束にも見て、24人の男性が担ぐ勇ましい光景が見られます。力強い姿かっこいいです。続いて湯の花祭りです。はい、春を呼ぶ祭りと呼ばれ、白旗天神社で行われます。釜にグラグラと煮えたぎらせた熱湯を神主が熊笹で参拝者に振りかけ、1年間の無病息災を祈願します。かなり暑いですよね。暑いですよ。続いて辻斬りです。はい、毎年1月17日に大野大天満宮で行われます。藁で4体の大蛇を作り、町の四隅にある木に結びつけます。大蛇は翌年まで町を守るとされています。しっかりと見守ってくれるんでしょうね。可愛いんですよね。愛らしい。さあ続いてにらめっこおびしゃです。はい、1月に駒形大神社で行われます。行事を挟んで2人がにらみ合い、早く笑った方が杯の酒を飲むという伝統行事です。お二人は結構真剣な表情ですよ ね。負けて早く飲みたいですよ。伝統的な行事は特に地域性が強く反映されるのではないでしょうか。はい、行徳のみこしや新春の行事のにらめっこおびしゃ、それから辻斬り、その地域独特のものがありますね。はい、湯の花祭りは奇祭とも言われているそうなんですよ。やはり市川のイベントがたくさんあるということも分かりましたし、それぞれにしっかりとテーマ、そして歴史があるということもよく分かりました。ただ住んでいてもなかなか知らないということも実はあったんじゃないでしょうかね。全然あります。私でさえもなかなか、はい、行けないイベントとかありましたので、改めてこうフォーカスしたんですけれども、皆さんもきっと市川市内でこれだけのイベントがあるのも知らないと思うので、ぜひこの機会にそのイベントに訪れていただければと思います。そうですよね、はい、まずは知るきっかけにしていただきたいと思います ね。 そうですね。さてこの中からお気に入りのイベントを選んでいただくわけなんですけれども、はい、どうすればいいんでしょうか。はい、こちらをご覧ください。市川市観光協会のウェブサイトの新着情報にイベント対象のページのリンクがあります。そちらから選んでください。また JR 市川駅北口の市川観光物産案内所でも受け付けています。これ以外にも市川はたくさんのイベント祭りがあります。ぜひ楽しんでください。初のイベント大賞に選ばれるのが一体どのイベントなのか楽しみですね。皆さんもぜひ参加して市川のイベントの魅力再発見してみてください。小林さん、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。11月23日文化会館で防災と健康をテーマに、健康フェスタ、健康な笑顔で輝く街市川を開催します。会場では防災に関する講演会や、参加者全員にオリジナルタオルを配布してのタオル体操が行われます。入場無料、申し込みは不要です。11月5日から先着1000人を限定として、満点エコボカードでクリーンスパ市川を無料で利用できます。市川エコボカードは市の指定するボランティア活動やエコロジー活動に参加するとポイントをもらうことができる地域ポイント制度のカードです。クリーンスパ市川で利用できるのはこの期間限定です。なるべく平日の利用をお願いします。次回の放送予定です。11月3日からのマイタウン市川の特集は、地域の防災リーダー消防団です。ぜひご覧ください。